はい、皆さんこんばんは。素敵な夜、世代を語るの時間がやってまいりました。今回もですね、またまた、メキシコのあれロハス新しい阪神の外人レオン、レオン、あ、レオンレオンもなんかおったような気がするけどね。レオンもいましたね。太陽とヤクルトにもいたかもしれないですけど、ね、レオン、レオンリー、うん、レオン、あ、それで覚えます。レオンリーより、西明石純三郎さんです。はい、西明石さん、こんばんは。こんばんは。今日はですね、はい、日本を離れて、メキシコに住んでおられるということなんですけども、うん、その日本に住んでる時よりもやっぱりメキシコの方が今住み心地はいいっていうことなんでしょうかね、やっぱり。うん、そんな気はするね。その前回ですから、その日本はあんまり住んでてちょっと窮屈に感じておられるような感じで聞いてたんですけど、はい、そんなこともやっぱりあるわけですか。やっぱうーんと思うけど、まあ個人的にはやっぱりなんかこうストレスとかが嫌かなっていうのはあるね。あ、ストレスが、うん、なんかキチキチしすぎてなんか生きにくいっていうかね。はい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 、うん、人ですか。やっぱ何か見えない亡霊じゃないかな。うん、日本っていうなんかほらよく言うやん、はいはい、一番の敵は世間とかさ。はいはいはい、うん、言うでしょ。なんかそのなんて言うんですか、それはなん日本人としてまあ何十年も過ごしてる間に、うん、日本にのことをちょっと知りすぎてしまった上のしんどさっていうのもあるんですか。うん、あ、いやまあねえ、そんな、まあ、結局今のところ俺51歳なんやけど、日本に住んでるのは40年で、はい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 、まあ海外11年、はい、だから別にそんなにね、日本極めて何かをこう言う、そんな自信持って言えるような年数生きてはいないけど、はいはいはい、なんか外に楽しいことがあることを知ってしまったっていう感じの方が大きいんちゃう。ああ、日本よりも楽しいもんがあるぞっていう。うん、あるね。あ、多分国がそういうことを奨励しちゃうとみんな外出ちゃうから、はいはいはい、言わへんのちゃうかな。ああ、ほんでやっぱりそうやって何かのきっかけで外行った人はちょっと気づいたりして。うん、あんまり出ないよね、日本人って。出ないですね。出ないね。どうこれは西明石さんがこの前長野かなんか行った言ってましたや。うん、あの研修かなんかで。うんうん、その長野に行ったぐらいではその味わえない、やっぱ。あ、まあ、神戸に住んで、はあ、西明石に住んでやって、うん、そっから長野行って、あ、ちょっと異国に行ってきたなみたいな。いやまああれただ研修でね、似たような人が集まってただけのことなんで。電車の中もなんか長野行ったら顔つき違うぞみたいな。顔つき？なんかちょっと西明石と違うわみたいな。関西弁もなくなってきたし、あ、なんか話もダゲアとか、さっきまで名古屋の方はダゲア言うてたけど、だんだん名古屋長野め弁ってあるわみたいな。それやっぱちょっと、まあ、異なるっていう意味では異なるとこやとは思うけど、はいはいはい、まあ、別にそこにね行きたくて行ったわけでも目的地だったわけじゃないから、はい、別に何もそういうあれはないけどね、はい、まあ昔ほどなんて言うんですか、
信濃の国にいまして、長野って。ああ、まあ、こうやって一個一個の県単位で国言ってまして、うん、近江の国。そうやね。大和の国とか。県の中でもそういうふうに分かれてたよね。分かれてましたね。ね。はい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 。これ、あ、播磨とかなんかありまして。播磨、摂津、たん、なんかあるやん、田島とか、はいはいはい、うん、あれは昔はこうやって国みたいなのになってて、うん、通るときなんかパスポートみたいなのあって、うん、関所みたいなの越えて、そうやろね、まあ、昔はこれぐらいでもだいぶ違ったんでしょうね。相当違ったと思うよ。この播磨の国から摂津の人とかでも、うん、全然違ったですね多分。うん、そのやっぱ国っていう概念が違ったよね今とはね。違いますけどね、うん、でもこれでも人もだいぶ昔は違ったやんと思いますわ。と思うよ。でも今はそんな変わらんすよね日本人とは言うけど ね、 ねやっぱり、あると思うけどなそういうあるか。うん、でこの日本国内でのちょっと違いっていうか、例えばこの西明石から例えば滋賀に住んでみるとか、うん、京都に住んでみるとか、うん、まあ、あるいはまあ川崎に住んでみるとか、うん、まあ、こういう中でなんかちょっと楽しむというか、うん、引っ越しでなんか楽しむっていうのはそう、多分異なるものに対して楽しめるっていうかね楽しむことができるっていうのはあるとは思うけど、はい、やっぱりその反面ね地元でこう馴染んできたものがなくなっちゃって寂しくなったりとか、はいはい、それもあるとは思うけどね。あ、だんだん飽きてきてってこと。何が？あの寂しくなるっていうのは、あ、っていうのはほら、まあ、例えば川崎に住んでても、はいはい、地元のそういう分かり合える話ができる人なんかほとんどおらんでしょ。ああ、うん、その同じリズムで話せる人ってやっぱりおらんでしょ。俺もなんだかんだ言ってやっぱり、はいはい、その播州の人間というかね、はいはい、神戸とか、はいはい、あの辺の人間なんで、はいはい、うん、やっぱりそのノリで話せる人ってやっぱおらんよね。いないっすね、うん、そう、だからそういうの求めるみたいな出てくる、やっぱ、うん、だから一長一短っていうか難しいよねそういうのね。あ、メキシコやってもそんなはるかにいないでしょ、そんな播州、そうだね、播州なまりの人って、うん、っていうかまあここにもういる時点でもうそんなにもう日本は十分済んだかなっていうようなあれはあるからね、はいはい、あ、だからそこに何か昔の懐かしいものを求めてるとかそういうのはもうないね。あ、なるほど。見るよ、でもあの阪神の、なんちゅう試合の結果とか見るよ。でやっぱそこはこのやっぱ日本のいいとこというか、うん、まあさ、もうなじ、もうこう染みついたものはしょうがないよねそれは。ああ、うん、まあもうこの世間みたいなのはまあ嫌やって思うとこもあるけども、何みたいなもん、世間をこの日本で身に感じた世間みたいなのは、あ、嫌だなって思うけど、うんうん、でもそういう染みついた何しようとか何々しようみたいなこの言葉遣いとか、うん、あって、西明石やみたいな、あの言葉の言い回しみたいなのも好きやし、この阪神も好きやし、福本豊の声も聞きたいなみたいな。サンテレビ。福本豊の解説聞きたいなみたいな、こういうのどんどん馴染んだものみたいなのはやっぱりこの自分の中ですごい好きみたいな、好きというか、うん、まあ、あ、この前ちょっとキーワードやなみたいな感じたんですけどね。
西赤さん喋ってて、天皇の話になった時に、まあ、そこまでなんていうんですか、よりどころになってないって言ってましたね。なってないね。なってないって言ってあって、いやそれは、いや僕もあって、天皇制ってもしなくなったら、うん、あ俺どうなるんやろみたいな思ったけど、そういうよりどころみたいな、なんかやっぱそれぞれやっぱりあるのかなとか思いましたけど。戦前戦後ぐらいのあの時期に生まれた人はあるんちゃう、うん、ああ。そのもう染みついたものがね、はいはいはい、結構なんか僕も二十歳過ぎの時になんかバイトしててね、うん、ジャイアントババ死んだって聞いた時衝撃でしたけど、うん、こういうの全然自分と関わったこともない、なんかこの有名人がね、うん、死ぬことが衝撃みたいなんて、うん、なんかあのよりどころになってたんかなとか考えたんですけど、まあそういうのもあると思うけどね。ジャイアントババ心の中に何かね親しみというか、応援もしたことない、こんな、なんか16モンキックとかなんか知ったけど、あんな何がかっこええんやろうとか思ってて、うん、多分子供心になんか八百長ちゃうかなって思ってたんやと思うんですけど、うん、こんなに支えになってなかったし、うん、天竜とかそっちの方が応援してましたからね。まあまあプロレスも吉本みたいな感じで見たらいいと思うよ。はい。もう坂田敏夫死んだみたいな感じやったかな。ババ坂田敏夫死んだっけ？いや死んでないけど。チャーリー浜さんが亡くなられました。はい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 。はい。うん。エレベーターでね、一回だけお会いしたことあります。すごい、こんにちはって言った。こんにちはって言っただけ。ほら、向こうもおはようございますだけど、おはようございますって言ったら、向こうも、おはようございますって言ってくれて。うん。なんかもう、これだけで、もう、この、一回だけですけど、うん。なんかこういう死んだっていうので衝撃受けるっていうのは、やっぱりこの島木ジョージさんとか、うん、そういう死んだ時に衝撃受けるっていうのはよりどころになってたっていうことですか、やっぱ。うん、そうなんじゃ。本来やったらもうほんまに今にも死ぬぞみたいな感じだったじゃないですか、昭和天皇。うんうん、輸血してます言って、うんうん、どうでした、輸血してる、やばいやばいって思いました。やっぱ俺ね、その時大学1年でね、はいはい、大学のこう大勢が住む寮に住んでて、もうそこテレビがまあないことはないけども、はいはい、そういう憶測がいっぱいあったよね。その天皇って実はもう死んでんのちゃうかとかさ。死んでんのあ、もう池田大作ぐらいの感じやってて、今で言う、うん、鍋つねとか、鍋つねとか鍋つね、池田大作さんぐらいの感じで、うん、まあ、もちろん全然ね、それは違うけどさ、森重とか、もうそんなことより、はいはい、死んだら国体、はい、あの国民体育大会ってあれあるでしょ、はいはいはい、国体がその年中止になるんちゃうかも、それの方がヒヤヒヤしてた。よりどころじゃないですか。そんだけ、ほんときはよりどころやったよ、うん。でもそれは自分の都合やからね。都合に直接関わってくる人やったよ、うんうん。あ、でも頼むで輸血が頑張ってくれ、みたいな。なんかその辺のね、話はよく知らんのよ、輸血してたと。あんまよ。詳しく覚えてないなんかね、字幕でね、うん、このブラウン管のテレビの時に、うん、字幕でただいま輸血中ですみたいな、懸命に頑張ってますみたいなね、なんか字幕でこう出てきてね、御用隊みたいなニュースがよかったよね。御用隊みたいな、御用隊なんか親も、
あやばいなとか言ってて、なんか俺、うん、どんな人なんみたいな、こう、うん、俺そんな会うたことないしみたいな、うん、親戚なんかなんか分からんけどやばいでみたいな、うん、結構身近は身近っていうか、うん、このそういう時こそ身近になってくるんかもしれないですけど、おいおいおい、天皇陛下やばいやなおいみたいな、親も言うてたし、うん、ただほん亡くならはったでしょ、ほんななんかショックとか、うん、確かになかったよ、ほら、えとショックなかったです、もうここまでこう天皇陛下死んだ言って落ち込んだとか、うん、この北朝鮮のキム・ウィルソン死んだらね、床にって叩きつけて泣いてるじゃないですかみんな、うん、ああいうのなかったですね、うん、ないね、そういうことは日本人もしないしね、でもしよっかなって思った人いるんちゃいます、やっぱ、ああそれはどうか自分の部屋で泣いてる人とかいたと思うけどね、ふすま閉めてちょっと泣いてみようかなみたいな、うん、いう人はいたと思うんですけど、うん、ほんまに泣いてた人ってやっぱ関わった人ちゃいます、やっぱ、うん、友達とか友達とかじゃないとやっぱ泣かんのちゃうかな、うん、惜しい人なくしたってそこまで普通の人は伝わってこんよね、そりゃね、うん、うん、そんな有名人でそんな泣いた人っています、泣くなって泣くっていうのはね、ないあんまりないけど、はい、ないかな、思いちょっと急にそんなん言われても思い出せるかな、千代の富士は、いや別にただね、はい、やっぱり自分と同じ世代で、はい、もう自殺して死んじゃったとか、あ、それはあるっすね、病気で死んじゃったとか、あ、同じさ、やっぱり時代を生きてきた人っているやんか、はいはいはい、同じようにそのねえ、なんちゅうの、そういう万博は分かんないけどまあその時代とともに生きてきた人、見てきた人みたいな、同じような多分テレビも見てたやろし、はいはいはい、うん、そういうふうに思うとやっぱりなんで死んでまうねんっていうのはあったよね、誰それ、51歳、もうだって俺と同じぐらいの世代で死んでる人ったらイラブとかさ、あ、イラブは同い年ぐらいなんですか、うん、ああ。ほんで、どうぞ、イラブが、あ、まあ、確かにこの死んだ時もショックやし、このメジャー行ったり活躍しだしたりしたら、やっぱ同世代の人が活躍してたら確かに有名人じゃないけど、ちょっとライバル意識じゃないけどね、うん、こんな直接知ってる人じゃないけど、やっぱあって同い年でこんな頑張ってるんやっていうのは思ったりしますね。そうやな、やっぱり時代時代でさ、例えば10代で、俺の年でぐらいで活躍、まあ、してて、まあ、僕が例えば20歳超えちゃうと、その人たちももう活躍してなかったりするやんか、はいはいはい、アイドルとかさ、はい、ああじゃあ俺の時代もう終わったんかなと思ってたらさ、同じ年ぐらいでまたその20代で活躍しだす人っていうのを存在新たに出てきたりとか、やっぱ時代のリーダーみたいな人、うん、で50歳になったら50歳でもうそんな何もね、時代のそういう注目なんてないと思ったりもしたけども、50代は50代でやっぱり活躍してる同じ世代の人もいるしね、あ、出てきたぞみたいな、うん、だから意外とね、やっぱそういう頑張ろうよみたいな、この活躍してる人は発信してくれてたんかな、うん、例えばあのほら直接知ってる人やったら、あの格闘技やってる桜庭っておったでしょ、ああ、うん、桜庭なんかも大学の、まあ、大学は違うけど同級生やったし、まあはいはい、あの友達とか先輩後輩が同じ大学やったりとか高校やったり、やっぱりつながりがあったからね、はいはいはい、
よう覚えてるしさ。あほんで、20代入ってからも、桜庭結構、なんか活躍してたやんか。あ。うん。なんうん、かだタから、レントみたいなこともやってやってる。やっとった。俺もあんまはい。よう知らんないけどはいさ。はい。うん。だから、なんか俺たちの時代のなんかこう、リーダーというか引っ張っていってる人の一人かなとかっていうふうに言ってたけどね。ああ。ほんで、これが、今、まだ頑張ってはるんですか？なんかやっとると思うなんけかどやってる。ね。うん。もう、ほんまでなんかこうやって、エンペンに行ってた人でも、たまに、テレビとかで見たら、って解説してるとか。おるよ、そんな人。いますよ。なんかほんで、宮本さんとか、ああ、こうよんぎさんとか。たまーになんか見たりする。あと、そんなに見ないけどって、西明石さんも、なんかこうやって、あえらに乗ったりとか。うん、ああ。なんかそのままでも北朝鮮のことやってやったら、多分、今頃、コメンテーターなってやったでしょうね。いやいや、ずっとやってやったら絶対なってると思いますよ。ー、うキャラも面白いし、もうこのまま、スターなってたんちゃうかな。でもやっぱりそれをやってないってことは、何かそういうその程度のもんやったんやろなっていうのはあるよね。情熱が、そこまで。ね、みもうんなな、んかそのテレビに出てこう注目されるまでやりたいなみたいな、そこまでなかったんやろな。もうええわって、もうそんなしんどいしみたいな。しんどあ、いだからし、結局そこにつながるよね。面白いとかしんどくても面白いとかね、集中できるんやったら続けれるやろうけど、他に面白いことがあるっていうのを知ってたらもうそこまでせんでええわって思っちゃう。ほんで、だそからの、違う、あれよ。チェ・ゲバラの方に気持ちがいったみたいな。だからもう朝鮮のことを中心にした生活はもうやめよう思って。でもまたなんか行ったり来たり戻ったりね、繰り返してるから、なんとも言われんけどね。ほんで、一応ほんで日本の方の天皇みたいな、多分天皇が輸血で亡くなったみたいな、まあこの一応の日本のなんか国体みたいなもんを感じてね、国体の選手権とまた違いますけど、国の国体らしきもんを、この天皇が亡くなった時に、この大学の時に葬儀とか、このパレードとかなんかテレビ通して見たりして、西明石さん、まあ、東京やったで直接パレードみたいな、パレードっていうか、この国葬みたいな雰囲気感じやったんやと思いますけど、まあ、こういう日本と違うもんを見てみたいっていうので、ほんで北朝鮮覗いてみて、キム・ウィルソン死んだんて、その後ですよね、多分。そのキム・イま、ルソン死んだの、94年かな。ね。この後にキム・ウィルソンの死を見て、やっぱ日本とやっぱ違うみたいな衝撃も感じやったですか？いや、でも国家元首とかそういう意味では同じような重みをあったような気がするけどね。ありましたよね。ほんで、むちゃくちゃ泣いてますもんね。ほんで、なんか松演技で連れてこられた人がおるとか、そんなこと言うて、なあ、言ってる人いたけど。まあ、ほんまに泣いてる人もやっぱいたんかなと思うんですけど、その、なんていうんですかね、そう、日本と北朝鮮のその違いっていうのは、やっぱ感じました、やっぱ。そう。キム・イルソンの方はやっぱり国民に悪い意味でいっぱい干渉をしてるでしょう。悪い意味というかいい意味でもね。こうおせっかいなことをいっぱいしてるでしょう。その指導にしても何にしても。
してますね。そのいろいろ隅々まで狩猟様のこのあれが行き渡ってるやんか。はいはいはい。だからそれをやっぱりお世話になったなって思う人はすごくこう熱く情を感じてたやろうし、はいはいはい、ひどい目に遭った人はホッとしてるやろうし、あ、多分いろいろ極端なものはあると思うけどね、日本のその天皇よりはね。あ、うん、なんかまあ僕らも、もうほんまに戦時中の人は全然違いますけど、僕らもほんまに祝ってくれてありがとうしか見てないですもんね。うん、テーブって祝って、何を祝うの？なんか天皇陛下出てきて、なんか、うん、あのコロシアムみたいなとこ出てきて、なんかこう、うん、日の丸振ってたら、うん、手振ってこう祝ってくれて、うん、ありがとう言って帰ってく人やって思ってたから、パンチョ伊藤ぐらいの感じなんかな、こういう名物ドラフト会議の人みたいな。うん、パンチョ伊藤でしたっけ、ドラフト会議。なんかパンチョ伊藤、なんかあーってこう挨拶する人やみたいに。うん、田舎の子供やったから僕それぐらいしか思ってないけど、でもこの、あ、何が言いたかったやろ、ほんで天皇って、あ、これが言いたかったや、脈々と続いてきたもんじゃないですか。うん、まあ何千年とは言わんけど、まあ2000年近く、まあ続いてきたと言われてる、まあ万世一系で来た天皇家なんやって。せやからまあ国際のカードなんやと。うん、国際のカードにもなるし、もうほんまに天皇があってのこの日本人の精神なんやみたいな。これはもう、うん、万世一系のもんなんやと、2000年続いてる、もうこれ世界中でもないんやと、こんな王朝はないと、うん、その王様である天皇やから、まあだからこそ今もこの小室っていう人をその向こうに入れて、うん、女系で天皇になってええんかと、そういうよその男系の血が入ったことは今までないと、天皇家、うん、皇族以外で血を作ったことがないと、うん、だからこそやっぱりこの別の天皇家から別の皇室から次の天皇を作るべきなんやっていう意見のが、まあ今やや強いんかなと思うんですけども、かたやですよ、うん、北朝鮮っていう、まあ言うたらインスタント王朝みたいなもんじゃないですか。インスタント王朝ってどういうこと？ほんと脈々と2000年来たわけじゃないけども、うん、一応ほんとキム・ウィルソンっていう初代王朝じゃないですか、うん、初代国王が亡くなって、うん、どうですかこれで昭和天皇とキム・ウィルソンってそんなにそれでクオリティ違いますか？うん、でも天皇はそんなね、うん、政治に何かこう干渉してるとか、まあほんまは裏ではあるのかもわからないけど、あの表立ってはないから、国民はそこまでキム・イルソンとかと同じようには考えてないと思うけどね。あ、うん、自分らで選べるんやったら選びたいんじゃないかな、そらね。あ、選びたいんだ。でそのなんかこの2000年っていう歴史とこのキム・イルソンっていう一代で作った歴史やけど、国王としての威力っていうのはそこまでちゃうかなって。このキム・ウィルソンと天皇がやっぱりこう向かい合って握手した時とかに、うん、いやしてないでしょうけど、実際握手もししたときに、やっぱり2000年の歴史ってやっぱかなわへんもんやっぱあるんすかね。さあ俺は別に天皇制とか興味ないから別にそんな何も素晴らしいものなのかなっていう、あ、うん、全く興味ない。ほら、小室さん頑張れって感じ。え、小室さん頑張れって感じ。小室さん頑張れ。うん。
好き同士なんやから結婚したらええと思うけどね。ああそうか、別にそんなし、なんか借金してようが、うん、そんなそういう結婚して借金返したらええやんか。じゃあ、ああ、まあ、そんななんか汚点がある男例えば童貞じゃないかもしれんみたいな童貞じゃないかなかったらあかんみたいな検査でも2人ぐらいも経験とかあるんやったらあかんみたいな。まあなんか、なんかよう分からんねん。そんな天皇家の辺のなんかごたごたしてんのは天皇家はもうサラじゃないと、サラ同士じゃないとあかんみたいな、やっぱあるんですかね。昔そんなことなかったと思うけど、なんか今はなんかこういう純潔みたいなイメージ持たなあかんみたいな。でもそんな人いるかね、30歳とかなんてね30歳で。いやでも純潔であってほしいってやっぱみんな思うんでしょ、やっぱ山口百恵じゃないけど。うん、そんなに思い出あんの、その皇族とかってありますよ。ほらそらもうちっちゃい頃からやっぱそうやって教えられてきたでしょ、家で。いやいや、もう僕はもうの共産党の親戚がいたから、もう天ちゃんだよって教えられてきたから。うん、ええって、もう東京から帰ってきたら、もう僕天皇陛下って言ったら言い直されたもん。天ちゃんだよって、そんなの。ああ、何言ってんだよって。ちょっとこうバカにするように。そんな、うん、天ちゃんに何言ってんだよ、天皇陛下って言うなよみたいな言われて、うん、こういとこに、うん、あら、そんな天ちゃんってなんなんみたいなじゃあ、まあ僕田んぼしか歩いてないに、子供の時ですよな、うん、川とかで土壌とか取ってる時に、うん、何も知らんね、何も知らん。で、まあじいちゃんは戦争とか行ったから、やっぱ天皇陛下言うてすごい言うてるし、うん、ほんで、でもまあそう思ったらさ、やっぱ日本も1億何人おるけど、いろんな考えの人がおるなと思うけどね。いろんな考えの人いるんですよ。で、うん、別に何が正しいとか悪いはないと俺は思うね。そうですね。そう、まあ興味ないっていうのは、うん、まあまあ、まあ、そうなんでしょうけど、うん、普段はこんな興味ない。でもなんかかけ離れすぎてるからちゃうかな。やっぱ福本豊やったらやっぱ近いじゃないですか。なんか知らんけど親近感あるすごい。うん、いや別に福本まあね、そんな解説走るするけどね。走るって走ってなんか盗塁ってなんか親近感あるし、俺盗塁王やみたいな、うん、え、俺むしろさ、天皇がさ、ね、多分今の天皇はできると思うよ、あの広宮さんね、はい、愛子さんのお父さんね、はいはいはい、あの人はもう別に大丈夫やと思うけど、はい、あのお父さんおるでしょ、あの平成の天皇、はいはいはい、ああいう人ってコンビニとかで一人で買い物とかできるんかなとかね切符とか買えるんかなとかさ、やっぱそういうふうになんか不思議な疑問はあるよね。これはどうやって買うんですかとかで、やっぱりほら聞いたりはできるんちゃいます、ちょっとお尋ねしたいんだけど、うん、お金の使い方を教えてくれるかな、こうやって言うと買うんちゃいます、買うっていうか、現金ですかカードですかとか、なんだそれみたいな、なんですかそれは、つけではないのかみたいなつけもしない全部やってくれてたからって言って、使った温めますかとか、お持ち帰りですか言われて お持ち帰りは持ち帰るものがいるんだけど、そんな僕は持ち帰らないここで食べるんじゃないのかいか分からんけどなんて言われる。でもその持ち帰りですそのコンビニに行ったことまあないでしょうね、
でもなんか皇族の人、皇族じゃなくなった人っていうのはなんか行くみたいですけどね。うん、まあ、天皇もなんか新幹線の改札とか通ってるよね、なんかああいう動画とかで。あの美智子さんと一緒にね。あもう元気。ホームを降りたり。あまあ、特別な人なんやろうなって感じするけどね、まあ、日本ではね。じゃあでもほんまに思うのが、いやもうこないと怒られるかもしれんけど、米原駅でさ、うん、もうどうしようもなくなって お腹痛なって、うん、米原駅の改札で、うん、ほんで天皇陛下ガーンとお腹痛なって、うん、お腹痛いんですって言われて、うんうん、大ですかみたいな、まあ、うん、まあお大ですみたいな言われて、うん、そのあんな米原駅のトイレ行かあるんかな思って、うん、俺がもしその宮内庁とかお付きの人やったら、はい、もうトイレあの駅員に言うて、使用禁止にさせて、はい、使用禁止ですね、もう陛下どうぞあの入ってやってくださいみたいにすると思うけど、ね、するけどほんの10分ぐらい待ってくださいって絶対言うでしょ、もう、うん、もう駅の中のありとあらゆるアルコールをかけて、ああ掃除、もう掃除からガーってそれでちょちょこんなとこには行かせられへんわってなるから、ほらもう天皇陛下もうずっとお腹痛い、今すぐしたいのに、駅長室とかにないんかねトイレ、だから多分 JR はどの駅にも主要駅ですよ、どの主要駅にも多分天皇用のトイレあるんちゃう、誰もあんのかな、天皇用のトイレないとすっていけへんもんだって、なんかこの金のトイレみたいな、そんなんないんちゃう、天皇ともジョン・レノンぐらいしか行ったことないみたいなトイレ、うん、いやーでもそんなこと言うしてたらねえ、そこの鍵どれやろどれやろみたいな、これかなこれかなみたいな、それで10分ぐらい経ってもらう、10分ぐらい経っても、でも、うん、でも油断しすぎですよ、そう思うと、そのどこのトイレもいつ天皇来るか分からへんのに、そんな汚いわあれは、だからやっぱり10分はかかるっすね、うん、今すぐ、もう今すぐなんですって言われたらどうします、西明さん、今すぐ今すぐしたいんだって言って、じゃあもうなんか濡れ消毒ティッシュみたいなんで、ちょっともうちょっとだけ待ってくださいってさっとこう拭いてじゃあでもすごいことやと思いますよ、女ギャルって女こと、でもそのやっぱすごいわ、そう思うとやっぱり僕らの空やっぱなりますやん、うん、トイレ来たわって西明石駅来たわってなったらちょっと待ってくださいってやっぱみんななるもん、やっぱり興味なくても、うん、でもまあ別にそんなねもうちょっと庶民的になってもええと思うけどね。で、降りてくるかって。降りて、あんまちょっと降りてきはるとあんまり良くないんちゃいますでも。あ、でも被災地とかようお尋ねに行かあるじゃないですか。あんなでも、あそこのトイレ使ってやるのかな。ほな、ほな天皇と立ちションしたい人とかいるんかな、やっぱ。被災地で。俺あんで、みたいな。うん、そんなことあったらもう一生喋れますやん、うん、やっぱ本だけやっぱりすごい人だ、やっぱりすごい人なんかすごいすごいっていうか、なんかそれ値打ちはやっぱあるっていうのは染みついてある、やっぱ日本人には、うーん、なんかよう分からん、もうそんな特別扱いする人が特別扱いする人がおるからそうなってなってるんちゃうかな。そう、西明さん周りにも共産党の親戚とか別にいんかったよ。うん、いない。これでなんでそんなマインドコントロールみたいな解けたんですか。
で僕なんかもうこうやって共産党親戚だから、うん、もうな、うん、そこまでそんなどっちか言うと反体制的に、まあほんで野球もヤクルトファンなんです、親が国鉄ファンやったから、うん、だからやっぱ巨人ファンとかじゃないからどっかこう反体制的なね、うん、感じやったですよね。こういうまあ反体制っていうかね、でもやっぱりもう生まれ育ったのが東京でさ、もう親も家族もみんな巨人ファンやったらさ、自然とも巨人ファンにどういう何か理由があるとかじゃなくて、はい、だから好きでその別にその体制側になってるわけじゃない人もおるとは思うけどね。あ、俺だって生まれた時からも知らんとね、物心ついた時から阪神ファンやしさ ね、阪神、阪神だって巨大やんか、巨大なもう組織にな今は、はいはいはい、そういうのも嫌っていう人は中にはおるやろうしさ、はい、あれなんなんこの阪神ファンも、うん、あれも阪神ファンってすごいですね。うん、なんかちょっと京都とかでもこうやって韓国料理屋とか食べに行ったら、ちょっと小汚い韓国料理屋、うん、主にが一人でやってるみたいな、あ、韓国料理屋で食べたらこの阪神の服着た酔っ払いのおっさん来て、うん、今日も負けたわみたいな、あ、そう7-3、もう広島クソとかってなんか入ってきてあるんですよ。うんうん、そういうなんか阪神の文化みたいなやっぱあるんやな思って、あ、そういうやっぱりほら京都ぐらいからしか見れへんなって思ってたんですけど、うん、阪神がもうこの前も言ってやったけど阪神が勝ったら嬉しいってこのそれが染みつくっていうの、いや僕もそうですよ、今でもこのヤクルトが勝ったら嬉しいし、うん、負けたら悔しいし、うん、あれなんなの、それでそわそわするみたいな、7時ぐらいからちょっとそわそわしだして、ああ9時過ぎにドキドキしながら結果見るみたいなね、あそっかみたいな、まあ、そこまでクソーとかそこまでならんけど、やっぱり優勝とかかかってくるとやっぱり一喜一憂するじゃないですか。うん、でそういうのって負けた時のああいうハイライトとか絶対見えへんよねもう見たくない、もう同点で満ツーアウト満塁でもうチャンネル消し変えてしまいたい気持ちでいっぱいで、そこはないけどそんな野球俺自分よう考えてやったこともないし、野球このまあ、なんか柔らかいボールで小学校の時手打ち野球とかなんかあんなのやったけど、やるよね、そんななんかもう本格的にやったことないし、うん、ほんななんか配球とかもようわからんし、ほんなあそこで外角行くかとか、うん、そこは内角ズパッと行かなあかんやろとかもやったことないから、そんないまいちわからんし、そやのになんか、うん、一発のうんちくも言ってみたりとかしたりして、うんね、うん、あれってもうこう言ってすり込まれたもんなんですよね。うん。嬉しい嬉しいし、まあ奇妙なもんですよね。ドラフト会議とかなんかうまいことほどシステムがチームっていうもんがこう生きもんで、うん、ずっとあり続けるみたいなね。うん。なんか応援するっていうことがなんか。一種の宗教みたいになってて、なんかまあ宗教ですよねあれ、チームを応援する宗教っていうかまあ誰でも入って誰でもやめれるけどやめれるのになかなか脱会できないじゃないですか、やめよう思ったらなんか新しい選手入ってきて、あ弱いしやめようかな思ったら、あやめ山田哲人出てきたわって、また応援しようって、もうやもうやでも今の若い人はどうなんかようわからんね、はい、サッカーとかの方が好きなんかもわからへんし、はいはいはい、うん、まあサッカーもそれはそれで好きなんでしょうけど、うんうん、
どうなのね、やっぱそういう感情っていうかね。そう、移入野球はほんまにするな思いますわ。多分でも韓国人が日本となんか試合をする時のそういうものって我々とは比にならんぐらいのものがあるんやろな。でもあれ言うて、宮本さん言ってましたけど、ワールドカップで日韓試合でね、竹島開誠ってやっぱり看板上げてる人いるんですって。日本人で？いや、韓国人で。あ、だ、開誠じゃないわ。竹島は韓国って。この看板上げてんだわーって言ってました、鉛筆で。そうなんや。はい。でも、やっぱそれ、あれちゃいます？日韓試合はやっぱり桜もいてるんちゃいます？そういう動員みたいな。政治団体とかの人がユニまあフォ純ーム着粋て。にね、サッカーが好きっていう以外の人もおると思う。単に日はい、本を叩きたいと叩かね。きたいから まあまあ今日そうこじゃなそいは人みもおたるいしな。ね。難しいよね、そういうものって。韓国人だってちゃんと冷ややかな目で見てる人もおるしね、そういうのも。いや、これで、この冷ややかな目で、ここの地域の人は見てるなって思ったのが、いや、ちょうどね、僕、西明石さんに、このインチョン大学の話ね、あ、学院？インチョン学院の話聞いて、あ、インチョンっていうとこあるんやって思ってたら、この前、テレビ、たまたまですよ、そんなテレビそんな見ませんけど、パッて見てたら、なんか、インチョン旅行してる番組があってね。あ、こんなとこなんや、思って。日本人が韓国のインチョンを旅行してんの？はい。こういうへえ。気候の番組があってね。いや、割となんていうんですか、インチョンってこの長崎みたいなとこなんや、思って。出島みたいな、なんか。まあ、ちょっと時代は違うかもしれないですけど、戦時中の方の日本が占領してた部分の景色も残ってるし、なんかいろんな中華街みたいなとかいろいろあるんです。ああ、そうなんや。あれ行かはったんですよ、でも、インチョンって。インチョンに行ったら、まあ行ったことあるけども、90年代とかの話やし。なんかすごい、なんか横浜みたいな観光地なんや、思って。ああ、港もうだいぶ町。変わったんじゃないかな、今の時代はね。ああ、空港もできたし、昔はちっちゃな町やったけど、もうだいぶ変わったと思うけどね。なんかおしゃれな町やな、思って。インチョン。ほんで、なんか、ソウルとかに仕事しに行く人も住んでるようなね。ほんで、なんか日本人がこう、番組にとしては、設定としては、日本人が旅してる番組でしょ。でも全然、アニョハセヨーって言ってたよ。なんかほんで、この高校生とかも、アニョハセヨー言うて、イエーイって言ってて、ほんな、なんか、日本人見て、竹島はまあ俺らのやぞ、分かってるやろな、とか、別に言われんかったですね。そんなやつおらんやろ。それちょっと人間のなんかちょっともうおかしくなったよね、そんな人。ああ、ほんで、ね、ほんの、なんか、この戦時中の、この風景とかも、まあ、ほら、占領されてたことは占領されてたかもしれんけど、まあ、そういう街並みみたいなのは、まあ、やっぱ、プラスに捉えて、残していきたいと思ってるんだ、みたいなこと言ってはってね。だから、こんなひどい歴史はもう、今にももう壊してしまいたい気分だけど、仕方なしに景色のために使ってやってるんだみたいな、そんなことは言ってなかったですよ。なんかそれ何の、なんか建物？建物、日本の時のなんか長屋とか残ってるあ、あるんやね。銭湯とか、
はい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 。まだ残ってて、ああいいね、見たいねそういうのね。昔ながらの銭湯みたいな、この煙突とかまだ残ってて、でいやこれはそういう時代のものを、あったことあったことで残して いったらいいと思うんだって、まあその町並みはとしてはいいんだからって言ってやって、ほんな怒ってなかったですよ何も。そうやな、中にはもうそれはね、ヒステリックな、ヒステリックな人も中におるやろうし、ぶち壊せみたいな人もおるから、いろいろ感情というかこうね、いろんな考えがあるんやろうなっていうのはあるけどね、実際は僕大好き、日本大好きなんですとかさ言って、それが言えないような、はいはい、そういう国の、あーなるほど、状況とか、はい、だから日本の昔の戦争だって似たようなもんやと思うしさ、はいはいはい、そんなもん100人が100人中みんな大日本帝国主義大賛成みたいなことはなかったと思うよ、はいはいはい、うん、だからやっぱり見えない世間の敵とか、はい、力とかそういうのが、まあ、今日の初めにね言うた話で、やっぱり、まあ、あるんじゃないかなと思うよね。あそれが口に出せないとか、はい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 、うん、見えないもんみたいなのがやっぱある、うん、世間、うん、世間っていう、うん、内心、内心点みたいな、内心点中学校の時なんか内心点落ちるよみたいな、うん、見えないもんがなんかあるんですよ、本音と建前みたいな、はあ、なんかそういうええ人やなって思いましたけど、こういう人ら見てたら、ほんな、うん、だほんで僕もほんの血眼になってね、その映像院長の風景こう見たんですよ、うん、このテレビから映る、はい、そう慰安婦像もなんかなさそうな気しましたけどね、うん、あるかなこの町に慰安婦像とか。院長にはないんじゃないのかな、うん、なんかない感じしまして、やっぱり慰安婦像があったらなんか重たい空気になると思うんですよまあねそれはなんか、うん、そういうのもないなさそうな、なんか大人たちがいましたよ。だからやっぱり極端よね、やっぱそういうのを見せられるともう韓国人みんながね、日本に対してそういう恨みを持って生活してるのかみたいになっちゃうしね、はいはい、だからそういうなんか旅番組だけ見せられたら、うん、あ韓国行きたいなって、うん、旅行したよ今すぐって思いましたよ、うん、それが普通やと思うで、うん、そんななんか女もう日照儀燃やしてあんな映像ばっかしてたらほら行くの怖いなと思うけど、中国も大丈夫なんかな、うん、思うと。どういうこと？旅行しても中国？はい、大丈夫でしょ。ほんな内臓取られたりせえへんねん、やっぱ、うん、そんなことはないと思うね、うん、行こうかなと思いましたよ旅行、うん、今一番行きたいん韓国かなえらい近いとこです。やっぱり南米でもっとぐるっと回りたいとかもうないですか？いや、ないことはないけど、もうまあいろいろ、まあ今行きにくいでしょ。あれでも見に行きたいわ僕、メキシコ行ったら、あの壁、国境の、あのアメリカの国境の、あ、まあ別にいいと思うよあんな、うん、見に行きました。いや行ってないあのトランプがまた作ったやつとかなんとかいうやつやろ、あれ超えましたみたいな、うん、ちょっと超えてみ見たらどうなるかなみたいな。今ねアメリカから、あ、日本とあのメキシコとアメリカ その陸路で行き来ができないからコロナで、はいはいはい、だから行けるようになったらさ行きたいね、あ、うん、っていうのはあるけどね、ちょっとこっちで脱北してみましたみたいなまあちゃんとパスポート持って行きたいけどね。ああ、それよりも今韓国に行きたいな
韓国のいろいろ見てみたいな、そういう日程時代の何か建物もそうやし、いろんなことをこうもう一回ちゃんとおさらいして知りたいね。ほんもっで、たいないよね、でもそんな憎しみを持ってそれを知ろうとしないとか、接しようとしないっていうのはもったいないともっ俺は思たうね。いない。この言葉がさ、やっぱペラペラやからさ、西明石さんなんか、現地でいろいろ聞けると思うし、これやっぱすごい楽しいと思いますよ。そう、いろんな人にも出会うやろうし。あら、西明石、俺日本人こんないいやつだと思わなかったよ。でも韓国大好きみたいになって、もどうなんかな、でもアニメとかで今も日本のこといっぱい知ってるからね、向こうの子もね。ほんで僕もゲストハウスで一晩喋った人も日本のアニメで日本語を覚えた人で、すごい面白かったですよね。ほんで何ゲストハウスって。いや西成のゲストハウス何年か前泊まった時に、日本語ペラペラの韓国の男の子いて、アニメ見て覚えた、日本語すごいペラペラやったから、オタクってことオね。タクで日本語ペラペラになったって、なんかそんな子も結構いてるんでしょうね。多いと思うよ。やっぱそんな、ほんで勉強も日本人よりはっきり言ってするでしょ、やっぱ。やっぱすごい子結構いると思います。語学も2か国語喋れる人とかも、英語とかも日本人より絶対喋るやろうしね。やっぱすごい。またほな語学の話は来週しましょうか。来週。そうですね。ほな、一旦ここで。ありがとうございました。じゃあまた、語学の話、よろしくお願いします。今日もちゃんぽんで。ちゃんぽん、西明石ジョン三郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。